宇宙へ向けより高みを目指す。固体の火薬に活路を求めていた糸川、目標高度 100km への道のりは遠く険しい。思うような結果が出ない日々、糸川はさらなる努力を弟子たちに求めた。より強力な推進力を得るため、新たな火薬の開発を糸川は課した。燃焼テストを何度も繰り返させる。だが不完全な燃焼だと爆発を起こし、命を落とす危険があった。何度打ち上げても推進力の不足は解決せず、目標高度に一度も到達しないまま公約の年に入る。昭和33年9月12日、改良に改良を重ねた全長 5.4 メートルの新型ロケットカッパー6型、いよいよ発射の時を迎える。したままぐんぐん上昇する。糸川は空を見上げつぶやくように言った。やった。上層大気のデータが送られてきた。糸川の悲願、日本は自力で上層大気への初のロケット打ち上げに成功。敗戦からわずか13年、ロケット開発にしのぎを削る世界4カ国の一員に加わることができた。その快挙は世界を驚かせ、糸川の名は世に広まっていく。だが大国との差はなかなか埋まらない。昭和32年、旧ソ連が世界初の人工衛星スプートニク1号を打ち上げ、その4年後にはガガーリンによる有人飛行を達成。米ソの宇宙開発は新たな次元へと移ろうとしていた。大国との歴然の差だが、糸川は研究の歩みを止めなかった。次なる目的、人工衛星の打ち上げを目指し、さらに突き進んでいく。新型ロケットの高度は 300km を超すまでになっていた。それが皮肉にも糸川の悩みとなり、決断を迫られていた。発射すると北朝鮮シベリア駅に到達してしまう。ここではもう射程距離は伸ばせない。糸川の前に大きな壁が立ちはだかった。だがそこは山並みが海まで迫り、発射場となる肝心の浜辺は狭すぎる。どう見ても最適の地とは言えなかった。さえなければ、ジリジリする思いで山並みを見つめていた糸川は驚愕の決断をする。隣接する山を削ってここに発射場を作ろう。
川の最後の弟子、的川安則さん。これもう見る通りのこういう山がちな非常に厳しいその地形だったですよね。冗談だと思ってた。こんなとこできるはずがないと。まあ、フロリダにしてもバイコヌールにしてもみんな写真見るともう砂漠みたいなところですもんね、全部打ち上げ場っていうのは。ところがまあ次々に話す糸川先生の言葉を聞いて、あ、本気なんだと思った時はなんかちょっとゾーッとしたっていう。ずっと全国行脚をして内野浦に来た時はだいぶ追い詰められてたんでしょうけどもね、もうね。そんな町に現れたのが糸川だった。当時婦人会に所属していた松山さんは糸川がやってきた時のことを覚えている。もうそれこそ猫の子と言われるぐらいに、もう本当に、まあ、電気もなかったんですよ。ジローラリスのロケットのほら、まあ、実験場を作るような話だったんです。最初はね、なんかわからんような愛だったですがね、みんなも初めての愛でしょう。村人に向かって宇宙への夢を熱く語る糸川。だが日々の生活に追われる人々には途方もない話、想像もできなかった。戸惑う村人を尻目に大量の資材がどんどん運び込まれ、変貌していく村の姿、見守るしかなかった村人の気持ちが次第に変わっていった。おかげさまで道路も良くなったし、まあ、いろんなことがほら昔の猫のことのがなくなったようなふうにですね、本当ありがたかったですよ。明日への夢、それも宇宙開発という途方もない夢の一翼を自分たちも担えるかもしれない。農繁期なんかにかかった時がほら妊婦が足りないでしょう。でほな今日、まあ、できるだけのことをしましょうということで子は思っていったり、あと何回か行ったですね。あ、その時もほら先生はもう一生懸命愛さもしてくださって本当に感激書いてしまった。もうご苦労さんでしたね、本当大変でしたねとね、ねぎらいの言葉もかけてくださいましてね。村人たちも立ち上がった。手弁当で手伝い始めた。山を削り、土砂を運ぶ、村人たちの思いが重なる。こうして昭和37年、世界初山岳地帯の発射場はついに完成した。